東京都立豊玉高等学校は、東京都杉並区成田西二丁目にある、都立高等学校。東多摩郡と南豊島郡が合併してできた、旧豊玉郡に由来した校名。府立13中を前身とする伝統校。2007年に進学指導推進校に指定。開校当初は、姉妹校である、府立1中を曲がりしていた。 高知は3万9000平方メートルある。自主自立を興奮としている。学級委員を昔のまま旧庁、生徒を学友と呼び、行事や部活動は学友会という名称の生徒会が中心に運営されている。さらに、文部領土をもたっており、行事、部活動も盛んに行われている。2015年には、 学友主導による自発的な委員会の再編が行われた。伝統的に文化活動が盛んな校風であり、卒業生に宮崎駿を谷川俊太郎をはじめとする著名な文化人を輩出している。卒業式では本校卒業生の谷川俊太郎の詩を朗読するのが伝統になっている。最寄り駅は京王電鉄浜田山駅と 関東バス五日市街道営業所バス停、豊玉高校バス停。学校裏の五日市街道で、関東バス中35、中36、高43の3系統が運行されており、下り方のみに、豊玉高校前の停留所があり、こちらを利用して通学する生徒もいる。作詞、近田一京介、作曲、山田工作所代校長、西村ふ太郎が、 決定したばかりのコーチへの生徒の通学区域を予想し、その範囲をカバーすると思われる地域名を取って公名とした。当時東京府は11中以上の公名は、なるべく早くナンバーをやめ、固有の名称を用いる意向であった。文芸部、ラグビー部、サッカー部、水泳部は全国大会出場の経験があり、放送部は全国高校放送コンテストの全国。 大会出場者もいる。また、屋上には、合計30センチと都内の高校でも、有数の望遠鏡があり、天文部が活動で使用している。2019年、野球部が西東京大会で、都立校唯一のベスト8入りを果たした。ありがとうございます。